こんにちは。皆さん、心に陣内智則さんは飼っていますか？まあ、突然、こいつ何言ってんだと、まあ、皆さん思うと思うんですけれども、まあ、ちょっとね、私事にはなるんですけど、まあ、僕は、先日、大学を合格しました。まあ、ただ大学合格しただけだったら、まあ、言うて、別にだと思うんですけど、僕、今年齢が21歳なんですよね。で、社会人を、まあ、経験して、まあ、改めてこう大学に入りたいなっていうことで、まあ、大学入試させて、まあ、いただいて、では大学の方に入学することが決定いたしました。でなんですけど、まあそうですね、僕が高校卒業したのがまあ18歳で、まあそれからまあ社会人生活を送って、でまあ紆余曲折あって、まあ大学入試を受けることになったんですけれども、まあ僕がすごく大切だなと思ったことがあって、まあ、これから、まあ、一般入試の人はね、まあ、2月とか大学受けたりとか、まあ、社会人の人でも今から言うことって、まあ、すごく、まあ、ちょっとね心に留めておいたら、まあ、役に立つんじゃないかなと思うんで、まあ、これはあくまでも、まあ、僕の意見ですので全然聞く聞かないは、まあ、個人の判断でお願いしたいんですけれども、僕はそういうマインドというか考え方することでめちゃくちゃ心が楽になったんですよね。で、これはまあ僕の言葉じゃなくて、SNS かなんかに流れてきて、ちょっとごめんなさい、誰のかはわからないんですけど、誰かの SNS がなんかこう、いいねがね、5万いいねぐらいついてて、まあ、僕もその SNS を見たのが、SNS とか、まあ、ツイートを見たのが、まあ、19とかだったかな、ぐらいから見てて、で、僕もすごくその、言葉に感化されて今でも使っているし、逆にそれがあるからなんだろう、すごく、まあ、素敵なマインドというか、まあ、自分で言うのはあれですけど、マインドが変わったなっていうふうに思うんですね。で、ごめんなさい、ちょっと前置きが長くなってしまったんですけど、それどういうことかって言ったら、タイトルにある通り、心に陣内さんを飼ってください。はい、これどういう意味かって言ったら、まあ分かる人はなんとなく分かると思うんですけど、まあ、陣内さんって、まあ、僕はすごく好きなんですけど、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、その映像のね、なんかこう、ムービーが流れて、まあ、それに対して、こう、なんかこう、映像がボケて、それに対して陣内さんが、おーん、まあ、こんなんやってみようかな。いや、それなんやねん、みたいな。そうはならんやろ、みたいな感じのね、もっと別に面白いんですけど、まあ、ざっくり言ったら、まあ、なんかこう、何か物事が起きた時に、まあ、心の中というかね、まあ、陣内さんは口に出してますけど、なんやねんそれみたいなことを、まあ、突っ込むんですよ。まあ、それを皆さん心の中でやったことってありますか？例えばなんですけど、まあ、どういう風になんかそれを使っていくかっていうと、例えば僕大学入試を受けた時に、まあ、グループディスカッションがあったんですよね。で、まあ、正直なんだろう、無理難題ってわけではないですけど、結構難しめなディスカッションだったんですよ。ってなった時に、なんだろう。これやばいやばいやばい。これ、めっちゃ大変だぞ。焦るじゃないですか。これちょっと周りもすごいできてるし、なんかもう大変だぞみたいになるじゃないですか。そんな時に、僕は、いや、こんなんなのできるわけないやろ、みたいな。悩めこれ、みたいな。いや、そうはならんやろ、みたいなことを心の中で突っ込んで、なんていうのかな、ごめんなさい、僕も語彙力がないんでうまく皆さんにね伝えられるかわからないんですけど、いやそれなんやねんそれみたいな感じで突っ込むんですよ。そうすることによってなんかこう心がスーッと楽になるんですよね。なんかもう見方がなんかこう楽になるんですよ。わかりますかね。これはなんかこう要するにモチベなんですよね。もうなんかやばいやばいやばい、どうしようどうしようとか、もう緊張するときって特に人間って追い込まれるじゃないですか。そういう時に、なんかもう心に、まあ、別に陣内さんじゃなくてもいいです。もうお笑い芸人さんって、まあ、突っ込むじゃないですか。まあ、粗品さんでもいいです。いや、そうはならんやろみたいなね。別に何でもいいんですよ。そう、まあ、とにかく、こうなんだろう。心の中で突っ込む。口に出しちゃダメですよ。心の中で、いや、なんだそれみたいな感じで、こう突っ込む。そうするとなんか、面白いんですよ。なんか、乗り越えられるような気がするというか、なんか面白くなってくるんですよね、人生が。まあ、他にも、それは、なんか大学入試とか、そういう緊張した場面とかじゃなくて、なんかじゃあ、例えば、なんだろうな、まあ、嫌味を言われます。じゃあ、バイトの先輩、まあ、パートのおばちゃんとかに、
まあ、なんかもう本当にあんた仕事できないわねとか、なんかこう嫌味だなって思うことね、言う人いるじゃないですか。でそういうことを言われた時に皆さんだったらどうしてますか。少なくとも僕は前まで、ああもうなんだよ、もうそんなこと言わなくていいじゃん、はあ、もう今日のなんか一日アルバイトのモチベー下がるわみたいな感じで結構バッと入ってました。うん。でもその陣内産業法を知ってからはなんかこう、いやなんかお前なんやねんみたいな、そんな言い方ないやろみたいな、うん、なんかえみたいな、なんかこう心の中でとにかく別にそれがな、別にうまい突っ込みするとかじゃなくて、もうなんか心の中で突っ込む、なんかそうはならんやろみたいな感じで、いやそれを、まあ、もっとうまい突っ込みできるんだったらいいですよ、ね、いやもう丸々それちゃうんかいみたいなね、そういう突っ込みを心の中でしてください。もう別に何でもいいんですよ、ごめんなさいね、うまく例えられなくてね、申し訳ないんですけど、まあ、とにかく突っ込んでください、うん、心の中で。もうそうすることによってなんだろうな、こう心がすごく楽になるし、で心が楽になるとなんかねスペースができるんですよ、脳に。でそうするとなんかまた新しい、一旦なんかこうリセットされるわけですよね。だからストレスが溜まっていくと、ああもうあれまだ、これまだ、また怒られた、もう最悪みたいな感じで、どん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 、なんだろう、もう負が蓄積していくんですよ。でもなんかいち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 こう突っ込んでいくことによって、なんか別になんか大した悩みじゃないんだみたいな、むしろなんか面白いみたいな感じで乗り越えられるんですよ。っていうのを、僕はすごく最近というか、まあここ2年前くらいからやっていて、うん、これ結構バカにしちゃダメですよ。いや今ね聞いた人はもしかしたら、ゆずき何それみたいな、そんなんな、何それ、何になんのみたいな、そんな別にやらないしっていう人もいると思うんですよ。本当に騙されたと思ってやってみてください。突っ込んでみてください。なんかこう、お笑い芸人になったと思って。もう、陣内さんのあの映像のね、もうなんかもう人生を、もう、なんかなんだろう、もうゲームじゃないけど、なんか映像が動いてて、なんかこう変な人が来た時に、なんか、よ、もうダメやねん、お前。もうどっか行けよみたいな。もうお前いらんわみたいな感じで、心の中で、こう突っ込んであげることで、なんだろう、すごく、まあ、俯瞰した考え方をできるというか、まあ、すごく単純だし、何それって思う人もいると思うんですけど、実際やってみると、これめちゃくちゃね、効果あるんですよ。で、脳にもスペース空くし、うん、心にゆとりが僕はできるんですよね。もちろん別にこれは僕の意見なので、まあみんながみんなね、そうっていうわけじゃないと思うんですけど、もし今ね、まあこう、悩んでるよっていう人がいたら、ちょっとやってみてください。まあ例えばまあ、ごめんなさい、ちょっと余談にはなりますけど、僕は高校の時ね、友達いなくて、ね、一人ぼっちの時代とかもありました。まあ、そういう場合でもね、まあ、体育で二人組組んでくださいなんて言われた時でも、なんか、いや、いないんかみたいな。なんかね、誰かね、俺と組んでくれよみたいな。誰も組んでくれないんかみたいな感じで、突っ込むとなんか面白いじゃないですか。そういう、なんだろう、こう、モチベ、うん、本当にそのモチベを管理するのってめっちゃ難しいんですけど、簡単にできるモチベ管理が自分自身を突っ込む。もう世間にもう突っ込んでいくっていう、これが、めちゃくちゃ、いいなっていう風にすごく感じました。なので、まあ、今悩んでる人がいたら、さっきも言ったんですけど、悩んでる人がいたら、ちょっとね、参考にしてほしいなというか、まあ、頭の片隅に、なんかゆずきが、まあこんなこと言ってたな、みたいな感じで、うん、まあ思っていただけたらいいなと思って、ごめんなさい、ちょっとね、今回カットも入れてないし、まあ、ただだらだら喋る動画になっちゃうし、まあなんか、まああんまりね、見にくい動画かと思うんですけど、まあちょっと皆さんに、これから大学受験を控えてる方とか、まあ、悩んでる方にちょっと伝えたいなと思ったので、まあ、これだけ撮ろうかなと思いました。はい。ということで、もしよかったら、ぜひ参考にしてみてください。はい。ということで、もしよかったら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。